ビジネスクズじゃん。違います。誰がビジネスクズだ、ね、本当に。だってタワマン住んでるよね。もういいよ、ね、もう言っちゃう。いやいや、ダメだって。思い出した。ダメ、もうこれ人力車から流さないようにするこれ。さあ今日はね、楽しくおしゃべりができると思う人に来ていただきました。はい、岡野くんです。はい、どうも、排水口の慣れの果て、岡野雄一です。お願いします。出たー、巨匠。いや、未だに言わないですよ、その巨匠って。巨匠のイメージだよね。いやいや、多分見てる方誰も分かんない。巨匠という、はい、コンビをやってたんですけど。そうですね、コンビのイメージが結構強いから。いや、めっちゃ前ですよ、だって2009年とかなんで。そんなに前？はいはい、もう、ん？そんなわけないですわ。ごめんなさい、2009年、2008年に僕始めたんですわ。いやいやいや、え2年目で出れたの？じゃあ嘘です、嘘です。2015年とか解散なんで、15年、7、8年経ってますから。あ、そんな経つんだ。そうです、そうです。そっか、いや、今回ね、はいはい、なんで来てもらったかと言いますと。そうですよ、まあ、ネタとかの話も聞きたかったんですけど。嘘でしょ、絶対、はい、嘘でしょ。いや、やっぱだってね、キングオブコントでね、やっぱ後輩のね、あの女の子と一緒に出てね。吉住さんね。あ、吉住ね。なんてこと言うんですか、本当に。吉住さん、はい、うん、吉住さんね、はい、吉住さんと組んで、出てね、はい、ね、爪痕残したのがあるから。爪痕残ってないですよね。暗転をやっぱ長く使う方がいいんだなとか、いろんなことをやっぱね、教えてもらった感じがするから。いろいろあってか、今年出てないでしょ、やっぱり。あ、出てないの？出てないですよ。え、なんで？いや、ちょっともっとどうしても夏を楽しみたいというか。いや去年が本当ずっと地下室にいたんで。地下室にいた。違うのよ、変な実験してるわけじゃないでしょ。マジでずっと人力車の地下室、はい、稽古場で。あ、そこでなんかずっと練習してたの。ずっといたんで、今年はもう持たなかったです。のびのびと、のびのびとやらせていただいて。ありました、のびのびと今楽しんでるということで、ありがとうございます、本当に。さあ、こちら、今日はこちらです。何ですか？ん、あれ、スロットじゃないの？あれあれ、何急に。いやいや、スロットスロットの話って聞いたんですけど、はい、僕クロちゃん×岡のビジネスクズ対談。ちょっと待っておかしいじゃんか。いやいや、誰がビジネスクズだ、ね、本当に。ちょっとビジネスじゃないよ。いや、クズでもないよ。そう難しいんですよ。いやいや、そうなのよ、難しいんですよ。いやいや、誰がビジネスだっておかしいからね。クズって認めてるからね。そうか、もう分かんなくなってるじゃないですか。いや、分かんなくなってないよ、俺。ビジネスでもないし、クズでもないからね。そうか、星クズみたいに書かないでそれ、本当に。カンペ出されて急に。ちょっと本当に急に違うでしょ、だって、ね、スロットの知る台対談って聞きましたけど。え、何ですか、知る台。スロットの知る台、知るが一番今まで出た人とかの。ああ、ノーってことね。の話で、ビジネスクズはもうダメよ。いや、だってスロットね、俺はだって、はい、ね、あのスマスロの北斗の拳で万枚出したのよ。そう、万枚。あ、最近ですか、じゃあ。一撃。あ、それな、プライベートですか。プライベートで89連チャン。すっげー、出るんだ。それで言うと、6.5 号機の俺、ポセイドンとかでも、はいはいはい、万枚、一撃万枚出してるからね。あの出ない出ないって言われた台で。出な、あれで万枚出るんですか。あれで1万2000枚、一撃よ。あ、意外と行ってんすね。そう、行ってるのよ。あと意外と通ってんすね、ちゃんと。うん、あと、ごめんなさいね。はい、なんか岡野くんさ、出してる？え、なんですか、その出すマウントみたいな取ってきました。いやいや、なんかさ、どうしてもすごく。今のポセイドンの名前出したけど、はい、ポセイドンで、うん、うわ、すごいですねってならなかったから、俺から自分でね、ポセイドン出ないんだけど出したよって言った。すごいです、あのゴッドのやつですよね。そう、いや、それ分かりますけど、私も出してますよ、ちゃんと。あ、何ですか。いや、私はだから、リノマックスとか。はいはい、最近だと5号機だよね、はい、やっぱ結構前じゃん。まあ前ですけど、はい、あれで、うん、まあ4000枚とか。え、いや、ちょっと待ってください。このまず出したらすごいみたいな、そう、18歳みたいな話やめませんか。いや、18歳、20歳からなんで全然私。いやいや、18歳大丈夫ですか、ね、あ、パチンコはね。なんか怪しいですよね、今のって、うん、あの15からやってる人の言い方なんですよ、これ15から。いやけど、ごめんなさい、パチンコはいいです。まあ、あの僕別にそのいつ打ったとか別にいいんですけど、きちんと打ってたんですけど出したんですかって話してるんですよ。あの、ごめん、別に。いや、もう違法人間です。誰が違法人間だ。違法人間。違法じゃねえし、きちんとやってたし。きちんと18歳の時に、学生終わって浪人生の時にお父さんに連れてってもらって、そっからパチンコスロットやりました。お父さんに連れてってもらったんですか。はい、お父さん最初、はい、連れてってもらって行ったら、はあ、軍資金で1万円もらってたんで、はあはあ、で負けたらいいけど、はあ、あのもしも当たってプラスになったら1万円返してねって言われたんで、はあはあはあ、だいたいあの7000円ぐらい取って3000円だけ売って、はあはあ、平台で売ってで7000円もらってました。最悪だよ、最悪のやつですよね、その。けど万枚出してますからね。違う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 
違いますよ、おじさんになってからでしょ、まんまい出した話ばっかりしてますけど。いや、あ、それで言うと僕は一番最初は4号機 の、はいはいはい、あのサラリーマン金太郎。あ、すごい出る、まだ、はい、サラ金もそれは時速早かったんで3時間半ぐらいで、それもまんまい出しました、うんうん、まあ、けどまあサラ金はまあみんな出してますからね、あそこの世代の時はね。いや、みんな出ますよ、だから、はい、みんな出る時代ですか、ね、吉宗とかもね。はいはいはい、 どうですか。いや、私もあのそれはごめんなさい、全然まんまいって言ってますけど、ごめんなさい、はい、あの巨人の星で、はい、2万枚。あ、2万枚本当に。はい、初代です。はい、リプレンのやつで。あ、リプレンのあの、はいはいはい、4、はいはい、そうです、2万枚。いや、すみません、ごめんなさい、まああの時代よく出ましたからね。ごめんなさい、1万6000枚です。急に変わりましたね。すみません。なんで嘘言ったんですか。なんか悔しかったんだ。いや全然別に。今悔しかったから言ったけど、うん、なんか今思ったら良くないな、嘘はと思って。そうですね。1万6千枚。だいたいそれきちんと聞いてる人たち、見てる人たちがね、うん、通報してきますから。この前違うのでなんか言ってたぞみたいになるんで。あれなんか言ってたのよ、なんか持ってませんみたいな。でもそれ1万7千枚。あ、けどすごいね。それはすごいね。はい、そうです。でも聞いててやっぱり普通の話しちゃったんですけど、はいはいはい、見たらやっぱスロープ好きだっていう、うん、話なんですけど。はいはい、ビジネスにもつながるんですけど、やっぱりビジネスつながる。岡野さん、多分めちゃくちゃもう最近忙しくて、多分なんですけど、全然外行ってないと思うんですよ。行ってるわ。あ、そう。絶対行ってる。俺めちゃめちゃ、じゃあ行って、日の丸行ってみてください。いるから。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。いや、ちょっと別に、ちょっと自分がなんか、自分のホームランだ。いや、住んでないよ。住んでないけど、住んでないけど、遠征して行ってるんです。だって、タワーマン住んでるよね、そういうね。もういいよ、もう言っちゃう。いやいや、ダメだって、もう。思い出した。タワーマン住んでるのさ、俺思ったの、いや、ビジネスクズみたいなこと言ってるけど、いや、ビジネスクズじゃん。違いますよ、もう違う。難しいんですって、この。だって、なんか彼女がタワーマン住んでるから、そこに転がり込んだみたいなこと言ってるけど、あれ嘘でしょ。本当っすか。いや、多分自分のところでしょ。自分のところでしょ。あ、もう違うんですよ。たまたま好きになった方が高いところに住んでただけなんですよ、僕は。ほうほうほう。たまたま。たまたま。別に低かったら低いで僕はいいです。うんうん。地下に住んでる人も好きですし。地下に住んでる。いや、例えばね。例えばだから高いですか。高いところだから付き合ったわけじゃない。はい。っていうやつです。最近はね、あんまり出してないですよ。最近出してないです。あと最近僕パチンコのをめっちゃやってるのありますね。スロットとパチンコやっぱ。その最近やっとスマスロで変わりましたけど、ずっとスロットきつい時代が長かったじゃないですか。はいはい、長いね。そこで僕結構パチンコにもう比重を置いちゃって、パチンコの方がね、今結構早めにね当たったりとかね、万発出たりとかするのが結構多いからね。それがあるんで、スロットというよりは今あのパチンコをめちゃめちゃやってて、スロットの比率が減ってるっていうだけで、パチンコ屋さんには足しげく通ってるだけです。へー、はいはい。パチンコは今どんなの、どんなのっていうのは、どんなの売ってるんですか今は。でもやっぱね、最初バカンしてたんですけど、あのエヴァンゲリオン15があるんですけど、はいはい、めっちゃ人気なんですよ、これで打つやつね。あ、そうね。で、あのハンドルがちょっと違うやつね、両方で回せる。結局あれめちゃめちゃ面白いんですよ、うんうん、シンプルモードとこの普通のモードがあって、うん、そのシンプルモードってやつにするとすごい演出が減るんですけど、はい、すっごい深くて法則があって、うん、すごい寒い演出で転敗したら槍が絶対出るとか、うんうんうん、そういうのをいっぱいあのスケロクさんっていうおじさんから学びまして。誰ですかそれ。あのライターさんです。スケロクさん。ライターさんね、はい、スケロクさんっていうおじさん。リクじゃなんかどこのおじさんだと思った。知り合いのスケロクさんじゃなくて、はいはい、で教えてもらってからそっからめちゃめちゃ今エヴァばっか売ってますね。あ、はい、なんかいろいろね、今ね言ったらスマスロだけじゃなくて、はいはいはい、パチンコのもね、うん、触らなくていいってスマパチとか出てるけど、はいはい、あそこら辺は触ってはくれてないってこと。え、スマパチですか。うん、触ってますよ、ちゃんとやってる。仕置きにね、あの強楽の、はい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 、あれがもうショックですね。あの本当に人気がないんです今。あ、ないね。どこ行ってもないんですよ。セイントセイヤとかもね売ったりもしたけど、うん、あんまり客付き良くないから。ただ仕置きにはあれめちゃめちゃ面白いんで、うんうん、でも店がもうやる気がないんでお客さんが飛んじゃってるんですけど、はいはい、あれはとんでもなく面白いモードがあって、うんうん、あのタマちゃんのトレジャーハントっていうモードがあるんですけど、はいはい、それで、ちょっと成功すると裏モードが出まして、うんうん、その先読みエアバイブっていうのがあるんですよ、はいはい、私がこれもうずっと昔から搭載してほしかった悲願の、うん、あのモードでございまして、うん、あの保留がポンって、じゃあ保留ってパチンコって4つなんですけど、保留がシュッて1個入った瞬間にここにブーってエアバイブが来るんですよ。あのモードがこの汁の量が多分現行機で一番出るぐらい面白くて、私はそれを通ってやりたかったんですけど、なかなかパチンコ屋さんが力を入れてくれないっていうのがあって。エアバイブって何ですか。エアバイブっていうのは
そのパチンコ界のそのノーベル賞と言われているものでございまして、ノーベル賞、知ってます。いやいや、もちろん知ってますよ。だってエアバイブでブブブブってなったらもう当たりみたいな感じで、大当たり濃厚みたいなとか。そうなんです。違う、そんな簡単なものじゃないでしょ。だってパチンコって何ですか。財布落ちました。財布落ちた。入ってないよ、1円も入ってないよ今日。ね、これだけだけど、もまた違う財布もあるんでしょ。あるわけないでしょ、別財布か。いや、一応ね、持っとかないと怖いんで、ここは初めて来た。いやいや、泥棒ばっかりじゃないよ。クロちゃんさんのスタッフはね。アグネシアさんって言わないで。言ってねえんですよ、それ。何なの。いや、だから、うん、エアバイブっていうのは、パチンコってガンガンブラーっていう演出が来たら、うん、当たるっていう、うん、いう機械なんですよ。派手でなければ派手なほど熱いっていうものなんですけど、うんうん、エアバイブっていうのは真逆なんですよね、あれ。もう、打ってて、ここに風が来るだけなんですよ、穴がちっちゃい。人類が生まれた穴と言われてるんですけど、そのちっちゃい穴が、ね、言われてないはずなんだけどな。自分で作って自分で作ってみんなが知ってるみたいな、やめてもらっていい。違う違う、アダムとイブがね、この穴から出てきたって言われてる。出てこないよ、出てこないよ、リンゴ食ってねえよ。ハンドルの真ん中にちっちゃい穴が開いてるんですよ。そう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 。で、そこから風がパパ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 って出るんです。ただこれだけの演出なんです。これが出たら当たりプラス、うん、ラッシュ、確変っていうのが、うん、ほぼ確定するっていう、うん、もう激アツなんですけど、あのすごい趣がある日本的な演出というか、うん、派手っていうのじゃなくて自分にしか気づかないですよ、うん、周りの人は誰もわからない。一緒に打ってて、こうやって打ってても私しかわからない、うん、この瞬間がたまらないですよね、この当たるまでの。なんかだからスロットで言うとマイジャグラーだったっけ、うん、なんか自分だけ光が見える感じのやつの、うん、あーそうですね、みたいな感じ。これも周りの人が気づかないから、うん、なんかだから自分的にはね、放流玉も変わってないし、うんうん、別になんか当たらないだろうと思ってても、こっち側は実は当たってる、分かってるからっていう感じよね。あれがね、めちゃめちゃ面白くて、うん、ちなみに戻りますけど、最近万枚出しました、うん、また最近は出してないです。出してないね。確かに、はい、けどちょっとね、今本当に今スロットがね、やっぱちょっと今、うん、ちょっと前まで人気なかったけど、はいはい、今上がってきてるから、まあまあもちろんもちろん、やっぱだから今は打ってほしいよね。バイオハザードとかもさ、まあまあ出るのかな、もう出たのか、出ました、新しいやつね、うん、はいはい、違う違う違う、そんな、うん、ちょっと本当に頼むよ、頼むよ、やってるっつってんすよ今。頼む、クズパシだけでやったのその情報ここで出すのやめてもらっていい。違う違う違う、仕事でやったことをさ、プライベートで出したのもやったみたいな感じやめてもらっていい。ちゃんとだから、いやいや、だから同じのばっかりやっちゃってます最近は。でも確かに、そう、何、ちょっと待って、疑ってるな、なんかを。いや、なんか、はい、いや、俺もさっきまでそう思ってなかったんだけど、はいはいはい、さっきカンペ出されて、なんか喋ってたら、うん、いや、しっかりなんかね、もう借金ないのにさ、あるわ、水曜日のダウンタウンで、あるわ、ね、誰が、ね、結婚したかみたいな時に、言ってたよね、はいはい、もう借金、はい、全部返しましたって言って、うんうんうん、あ、もう返したんやってなってて、うん、で、違いましたって、自分がね、うん、ね、結婚してませんでしたって言った後に、ね、あの後で、いや、まだ借金してますからって、いや、あれ嘘でしょ。違う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 、なんか、そこ守ろうとしたのがちょっとやで、借金がなくなったっていうのが嘘なんですよ、だから。分かるでしょ、だって本当だから、借金あるのに結婚できないなって思われたと思って、うん、そこを覆そうとして、借金なくなったって嘘をついたんですよ。全然信じてない。いやいや、なんか、本当にもうなくなって、だってなくなってないとおかしくないだって言ったら稼いでるじゃん。いや、だから、いや、稼いではないです。そんな稼いでないですけど、その使ってんですよ、ちゃんと。それはもう本当に。ん？使ってるんです。何に？全て、だからギャンブルする。だからパチンコもそうですし、うん、まあまあ競馬とか多いですね。勝ったりしないの？だって。勝ったんですね。だからたまにそれはありますけど、その分どうせ使うじゃないですか、うん、結局。だから、もうそれはどんどん減っていく。もう給料日からもう僕、まだ10日ぐらいですけど、うん、もうないですよ。何を見てるんですか。いやいや、服装とかなんかいろいろね、変わってるなと。いやいや、何がですか。靴はこれ、じゃあこれ分かんないです、俺メーカー。ちょっと俺メーカー知らないですから、ね、ちょっと見せて。何がいいですか、ちょっと見せてもらっていいですか。靴メーカー、何分かんない、靴これ何ですか、これ分かんないですよ、メーカー。あら、これ結構いいやつね。高くない、高くない、本当に。これどこですか。違う違う、見せなくていいんだって。俺も知らねえっす。ディーゼルですね、うん、じゃあ、服とか、車とかも、あんま、いや、ディーゼルって結構、多分絶対しない。4、5万絶対しない。あなた、本当悪い。絶対しない。片方で 4、5 万ですか。そんなわけないだろ。なんで片方の値段言うんだ。片方で、てか2つで10万ぐらいする。わけないでしょ、本当に。別に8000円とかっすよ、マジで。いや、絶対するわけ。本当8000円はないでしょ。本当ですよ。触った感じの、軽さとか
なんか違う、それで全然違ったけどね。アウトレットみたいなやつで8000、ほんとアウトレットみたいなやつで8000ってことは普通に買ったらもっと高いってことですよね。これマジです、これ、これ違う、そんなするわけで、これなんか全部中身が、はい、あの傷んだものしか売ってない店で、いやアウトレットはそういう形ですけど、そうそうそう、ほんで激痛み品みたいなであったんです。ほんとです、ほんとです、ほんとに。でもほぼ新品ですよね。新品じゃない、綺麗にしてるだけ。もう激痛み品って書いてあって、で中が本当にその何ですか、なんかうんこみたいなのを塗りたくてたんですよ、マジで。うんこみたいなの塗りたくてた、事故でうんこを塗りたくってしまったんですよ。いや、うんこ、事故でうんこを塗りたくったものを、はい、アウトレットで売ってんの。いや、だからそれだから8000円だったんですよ。ってことは、ならそれうんこを塗りたくってたのに、はい、8000円もするってことは多分普通で言うと20万ぐらいするんじゃない。するわけない。いや、しますよ、ね、しないって、本当に。定価6万6000円。嘘つけよ、しないわ。え、片方で、片方で、片方で言うわけないだろ。片方で、変な人だろ、片方で言ったら。靴を、靴を片方で言う人見たことないのよ。違うの、違うのじゃなくて、嘘つかないで、ほんと。 2万とか多分元は。いやいや、だってニーセルの靴ってこんなんですよ。とこ、違う違う、とこ、これはそれが高いやつだから。とこ、6万6千とかするやつとか。違う違う違う、俺のしないっすって、そんな。これは高いやつ、めっちゃ。こんな奇抜な、そんなしないでしょ。だけど本当にうまいよ。やっぱ見せ方うまい。あっぱれだと思ったな、俺。本当に本当にあっぱれだと思ったもん。悪い見え方してるわ、マジで。本当にバケモンですよ、この人は。いや、人間10万。